さあ皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そして皆さん、ポケモンプレゼンツがつい先日ついに公開されました。そこで様々な情報が公開されましたね。でそれだけではなく、ついにポケモンスカーレットバイオレット、こちらの予約も解禁されました。でそれだけではなくて、さらにさらに予約特典に関しましても、ほぼ全ての店舗が出揃いましたというところで、かなりの盛り上がりを見せてるこちらポケモン界隈なわけですが、今日はですね、ポケモンスカーレットバイオレット、こちらに関する最新の情報をまとめてきたので、皆さんにご紹介できればなと思っております。ぜひラジオ感覚で聞いていただければと思いますね。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価もしていただけると幸いです。では早速内容に入っていきましょうか。まずはこちらから取り上げていきたいと思っております。以前もですね、ちょこっとだけ触れたかもしれませんが、こちらですね、画面の上見ていただきたいんですが、マップに関しましてはアルセウスのフィールド全て合わせたより広いということが今言われておりまして、ゲームクリアまで60時間程度かかったということが指摘されております。で、すでにですね、海外ではなぜか全クリした人が続出している状況ですね。ここに関しましては詳しくはご自身で調べていただきたいんですが、おそらくセントロリークさんであったりとか、リドラークーさんのツイッターから飛ぶことができるかと思いますので、そこのところはよろしくお願いします。ただ状況としましては、60時間程度かかるっていうことで、まあこれはどうなんでしょうね。オープンワールドにしては少なめなのかな。まあ個人的には比較的長い気がするけどね。だってまあ通常のポケモンがですね、だいたいメインストーリーが10時間から15時間ぐらいで、ゆっくり時間をかければ20時間程度でクリアできる、まあそれぐらいのボリューム感だったんで、で特に RTA とか見てると余裕で10時間とか切ってくるので、まあそういったところを踏まえると、ボリューム的にはですね、まあ推定になりますが4倍から6倍程度になるのかなというところですね。まあ既存ポケモンの4倍から6倍のメインストーリーと考えれば、かなりボリュームはあるんじゃないかなと思ってます。まあその背景にあるのがですね、こちらかなと思っておりまして、今回公式から明かされた新事実、なんとメインストーリーが3つあるということが明らかになりました。で、従来通りのバッジを集めて、まあ、四天王に挑むのか、チャンピオンに挑むのかちょっとわかりませんけど、そういったメインストーリーっていうのが1つ。で、残り2つメインストーリーがあるそうで、そこについてはまだ明らかになっておりません。ただこちらリトラークーさんから出た情報なんですが、それぞれキャラの顔が出ていると思います。で、このキャラがですね、各ストーリーのライバルになると、まあ、そういったことをおっしゃってました。ですのでメインストーリー3つあるという認識で間違いはなくて、でその中でライバルがそれぞれいると、まあ、そういった形になるみたいですね。まあ、どういう形で競っていくかっていうところは分かりませんが、ただ今作に限ってはライバルがとても重要なウエイトを占めてると、そういったことも言われてますね。でまああくまで概算なので分かりませんが、各メインストーリーだいたい20時間程度のボリュームということが言われているので、このことから分かる通り、まあ、相当ボリュームがあるでしょうね。っていうかさ、なんでさ、海外ですでに全クリしてる人がこんなに出てるの？実際にゲームクリアされてる方がかなりいますからね、おかしくないか。まあ、アルセンスの時もそうだったけどさ、なぜか発売1ヶ月前にクリアしてる人がいるみたいな。まあ、いわゆるフラゲなんだけどさ、それにしても早すぎないか。だってさ、発売日が11月18日。で、約3ヶ月前になっているのにもかかわらず、すでにクリア者がこんなに出てるっておかしいよな。まあ、とりあえずこれぐらいのボリューム感であるというところだけ認識していただければと思いますね。まあ、これは非常に楽しみなところかなっていうところでございます。で、次行きましょうか。で、こちらなんですが、公式情報になっておりまして、チャンピオンシップスの公式ホームページでございます。まあ結構ですね、こちらに関しましても話題になっておりますので、すでに知ってる方もいるかもしれませんが、ですね、ポケモンカードの新しい情報が8月18日に出ますということが公式情報でこちら明らかになりました。で、ポケモンカードの情報なんだけど、とても重要です。なぜかというと、ポケモンスカーレットバイオレット、こちらに登場するポケモンがなんとですね、出てくるという情報が出てきております。これっていうのは公式が言っているので間違いはないかと思いますね。まあ現状ですね、ポケモンスカーレットバイオレットで登場するポケモンたち、まあ新しいポケモンたちも何匹か明らかになっているわけですが、それらのポケモンがカードとして登場するって感じなんでしょうか。
まあ、ちょっとね、気が早い気がするけどね、さっきも言った通りさ、まだ発売3ヶ月前にもかかわらず、そんなになんかポケモンカード出しちゃって大丈夫なのかっていうところがあるんですけど、まあとりあえずね、ポケモンエスブ、スカーレット、バイオレットのポケモンたちが印字された、そういったポケモンカードが発売することが決定していて、こちら公式情報でございます。で、情報としましては8月18日に明らかになると、そういった形になってますね。で、次行きましょうか。で、次なんですが、こちらもですね、先日のポケモンプレゼンツで映った映像、まあ、ちらっと映ったところがあると思うんですけど、こちらに関する考察が海外で話題になっております。興味深いことに、この建物は、バルセロナの刑務所である、ラ・モデロと同じ形をしてます。で、ラ・モデロっていうのは右上ですね。で、それとかなり似たような形をしてるっていうことが指摘されていて、で、かつですね、学校が持っているセキュリティへの言及は最近ではなく方法で運営されています。なんか日本語がおかしいことになってるから直訳されてるから、まあとりあえずセキュリティ関連に関して昔の方法で運営されてると、そういったことを言いたいのかな。で、あと3人の教授がいないようですって書かれてる通り、ここにはですね、教授が住んでないっていうことみたいですね。ですので、別に研究所があるということが指摘されております。で、次行きましょうか。で、これね、結構興味深い内容になっておりまして、こちらですね、公式から公開されたパルデア地方のマップとなっております。で、マップが公開されたっていうことで、全体像自体はすでに把握できる状況ではあるんですが、なんとここでですね、4つ灯台みたいなものが、なんと、あることが確認取れておりまして、まあそれぞれ水タイプらしき灯台、炎タイプらしき灯台、で電気タイプらしき灯台、そして草タイプらしき灯台ということで、4つの光の塔の確認が取れているわけですが、まあそれらの配置されている位置であったりとか、あと色っていうところですね。こちらがやはり重要じゃないかということが言われていて、これはもしかすると、純伝説級のポケモンが絡んでるんじゃないかっていうことが言われてますね。まあ、今までのポケモンシリーズ同様、もちろんですね、純伝説級も新しいポケモンが出てくると思いますので、で、今回のテーマはこれに付随する内容になってくるんじゃないか。で、なおかつメインストーリーが今回3つあるということが公式から展開されているわけですが、それらのメインストーリーの3つのうちの1つは、この純伝説級と出会うためのストーリーになるんじゃないかっていうことが言われておりまして、まあ、すでに海外でクリアされている方もたくさんいらっしゃるみたいなので、まあ、そこも踏まえるとこの情報っていうのは結構信憑性が高いんじゃないかなっていうところですね。まあ、そんな感じでございます。で、最後になりますが、メインストーリー3つっていうことで、まあ、とりあえず従来のメインストーリーは1つ継続っていうことなんですが、左右のメインストーリーがめっちゃ気になるよね。なんかさ、ここだけ画像がバッて出てきてもわかんねえんだけど、ただここに関する情報っていうのはですね、なぜかまだほとんど出ていない状況ですので、不明なんですよ。これがちょっと怪しいところではあるんですが、もしですね、皆さんの考察であったりとか予想があれば、ぜひコメント欄にコメントを書き込んでいただけると幸いです。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあのー。